村武也、次回 WBC 参加の問いに無理でしょ。でも丸々はしてる。西武中村武也内野手40、源田壮介内野手30が10日、東京都内で行われた堀口文弘の野球ロスが止まらないにゲスト出演し、軽快なトークで満員の客席を盛り上げた。2026年に開催される次回の WBC へ向け、源田が毎回中村さんと出ようぜという話をしているので準備はしていると明かすと、中村は無理でしょ。でもパスポートは用意してますと会場を笑わせた。WBC で世界一に輝いた源田は、韓国戦で右手小指骨折をした際のエピソードを披露。骨折した翌日に中村が手大丈夫かと LINE くれた。それで電話をかけたら出なかったとあっけに取られたことも明かした。終盤には中村は500本を打ちたい理由を聞かれ、今まで達成した人が8人しかいないので、なんとか9人目になりたいと答えると客席から大きな拍手が沸き起こった。普段はお茶目でいたずら好きなおかわりさんだけど、可愛い後輩が負傷してすぐ連絡するあたり慕われてる理由がわかるな。その後電話に出ないのもおかわりさんらしいというか、おかわりさんは去年と同じで DH メインにして怪我なく1年通してホームラン量産してほしい、守備もできない人ではないが、年齢的に疲れるだろうし。普通に選出されても問題ないけどな、打ちそうだし、代打で中村選手出て三振しても全然 OK と思ってしまいます。大舞台で打席に中村選手、これだけで期待感半端ないです。おかわりくんは魅力的オリックスファンです。500号はぜひ達成してほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。